愛犬を埋葬した理由について。その朝、私は奇妙で定かでない恐怖感と共に目覚めた。愛犬の陽気な早朝の吠え声も、ドアを引っかく音も、お腹を空かせた声もない。私は直感的に何かがおかしいと感じた。行方不明の愛犬を探して前庭に出ると、痩せ細り、変色した死体が私を待っていた。ショックで青ざめた。皮膚が締め付けられるように冷たく感じ、顎がガクンと開いた。私は自分が裸足で、彼の最後の糞の上に立っていることにさえ気づかなかった。どうして愛犬が死んでしまったのか。病気や目に見える怪我もない。私はいとこの獣医に解剖を申し出た。未発見の脳腫瘍か、あるいは何か食べてはいけないものを食べたのかもしれない。検視結果は数週間かかると言っていた。悲しみ方は人それぞれだし、死に対する反応も人それぞれだと思う。母が自殺した時、私は食欲を失い、無理やり喉に流し込んだ食べ物は肺の味がしたことを覚えている。しかし、愛犬が亡くなって数日後、数週間後、私は奇妙で飽くことのない空腹感に襲われた。不思議なのは、いくら食べてもお腹が満たされず、空腹が続くことだった。さらに食欲もおよそ常人が考えられるものとは違う欲求だった。私は今まで食べたことのないものを食べるようになった。カッテージチーズや冷凍庫から取り出した1週間前のピザ、腐りかけの傷だらけのリンゴ。何を食べても美味しくなかったし、何を食べても満たされなかった。排便は長引き、苦痛だった。私の体はボロボロになっていた。ある日痛みで目が覚めた。今まで感じたことのない、定義もできないひどい痛みだった。シーツは血だらけで、恐ろしいことにその血は私の背中から出ていた。あまりの血の多さに、私は脱力し、消耗した。どれくらい経っただろう。私の乾いた、自分自身を吐き出すようなおえつは、枕元の携帯電話の着信音で途切れた。もし私が愛犬の検視結果を待っているだけでなく、私自身が筆舌に尽くしがたい何かに苦しんでいることを知っていたなら、彼はもっと警戒して慎重に話しただろう。電話先の獣医は愛犬の検視結果を私に伝える。愛犬には寄生虫がいたんだ。最近、インドネシアに行ったことはある？何のことだろう？インドネシアのサナダムシだ。非常に珍しい。野生ではほとんど絶滅している。どうやってあなたの犬の中に入ったかはわからない。宿主を消耗させる種類のようだ。腸から道の部分に広がる。体内で繁殖し、消化器系に取り付き、成長し続ける。脳にまで入り込み、宿主が好きなものを食べるように行動を調整するらしい。私は寒気がした。次の質問をするのがやっとだったが、どうしても知りたかった。それは、どうやって、感染するの？宿主を食べる、あるいは宿主の糞を踏むことでも感染する。糞に卵を産むんだ。私はすっかり忘れていた。あの時の私は自分の足を洗うことよりも、愛犬を休ませることに夢中だった。私は獣医に礼も言わず、別れの挨拶もせずに電話を切った。電話を切るや否や、背中に焼けつくような鋭い痛みが走った。まるで引き裂かれるような痛みだった。内臓が燃えているようだった。私はトイレに駆け込んだ。何時間もそこに座り込み、乾いたおえつを漏らしながら、来ない救済を願った。その時、自分の中からぐにょぐにょと何かが出てくるのを感じた。鏡を見ると、細くてぬるぬるした何かが私を嘲笑うように顔を張っていた。その小さな目や鋭い牙が、にやりと笑ってさあ、腹いっぱい食えと言い残し、私の腸の中に戻っていったのを、私は決して忘れないだろう。残された時間はわからない。どうでもいい。思考がぼんやりしてきた。最後の日に私がすることは、食べて食べて、私の中の怪物たちに餌を与えることだけだ。もう長くはないだろう。私の恐怖はだんだんと薄れている。